太平寺の戦いは、天文十一年三月十七日、現在の大阪府柏原市太平寺周辺で行われた戦いで、十年間機内で牽制を振るっていた、久沢長政が、三好長兄、湯座長兄らに討ち取られた。足利義春ぞ飯森城の戦いで、父、三好元長を撃たれた三好長兄は、その命を下した、細川春元を旧敵と思っていたが、 天文8年6月、その時期が到来したと思ったのか、あの細川持鷹と示し合わせて、春元打倒の軍を挙げた。これに驚いたのが、大御守後六角定よりで、室町幕府に対策を要請。この方を聞いた十二代将軍、足利義春は、六角定よりと、木沢長政に朝廷を命じる一方で、自身も、長慶と春元にそれぞれ、内書きを送り次長を求めた。 しかし、これを無視する形で、同年6月半ば、三好軍は、摂津登城周辺まで出軍し、先方隊は西岡高神社まで兵を進めた。これに対し春元は、三好正長に出軍を命じ、西の刑に兵を進め、春元自身も一隊を率いて、同年7月25日、山崎城に出軍した。両軍は、摂津、山城の国境で退治し、 合戦の様相になったが、六角貞よりや室町幕府万所大、荷川地下都市らの仲介で、両軍撤退に同意し、その条件として、三好軍は、芥川山次郎を明け渡し、8月14日に、小清水城に入城した。この時の講和の条件として、長慶には、小清水城を与えられ、摂津半国守護大となった。三好長慶はこの時わずか17歳。 企業と軍事的再観は、早くも、深淵の高業ぶりを除かしていたと評価されている。一方、仲介に奔走した、木沢長政は、河内北半国守護大と機内採用地である、死山次郎を与えられた。大和の国人衆を味方にしていた長政は、天文十年七月に、笠木城を集築して、居城とした。また、 春本や長兄は自分の力で和睦させ、その後、同年8月、高谷城で畑山長常を殺してしまった。春本と一旦和睦した長兄は、春本の命により、三好正長、池田信政畑の秀忠らと共に、細川高国の妹婿になる塩川正年の居城、一古城を8月12日に向上した。細川高国は大物崩れで、 春元に打ち取られた元官僚で、残党の広告制を一掃したいとの思いがあったようである。しかし、塩川青年の隕石になる、伊丹近沖や、三宅国村らが、同年9月29日に、将軍、足利義春にこの工場戦の不法性を訴える。一方、木沢長政に援軍を要請、山城、山と河内の大軍を率いて、三好軍を交換にしようとした。 しかし、この動きを察知した三好軍は、同年10月12日小清水城に帰城した。少女映像この時の詳しい戦いの様子は1、古城の戦いも参照。これを追って、木沢軍は小清水城を行為する一方、その前日の10月11日に吉原の前に、進み出て、京都御警護を仰せつけられたいと申し出た。しかし、笠木城の築城、 畑山長常の新札、一子城の戦いなど最下を無視した長政の戦王に嫌悪感を持っていた室町幕府は10月29日に官僚春元が北岩倉に翌10月30日には将軍吉春が自称時に退き、その後白川口より大見坂本に逃れていった。敬語すべく将軍がいなくなったために長政は河内に引き上げていった。 北岩倉に退いた春元は11月18日に、吉春に恋い賀主語に騎士に、大内垣を送付し、笠木城を向上するように命じた。命を受けた二希望は11月下旬、伊賀、黄賀の忍者部隊70から80人で、笠木城に忍び込み、城郭の一部を焼き打ちしたが、その二日後逆に撃退されてしまった。この時の戦闘は、記録上に、 忍者部隊の活動が認められる最古のものとされている。その後南河内市五代湯座長京と春本は、吉春に再び孔て、畠山種長に、畠山聖国討伐のおうち書を送るよう請願し、石山本願寺の商入宛てに、貴様仲正に味方しないよう要請する書簡をそれぞれ送った。準備が整った春本は、 長政を討伐するべく自身が兵を挙げ、同年12月8日北岩倉を出軍し、芥川山城に入城し、三好州を集結させた。これに、貴沢軍も即応し、笠木城,城を出発し、木津川を織山城井であたりに布陣した。両軍は木津川、淀川を挟み退治したまま越念した。もう一方の同盟者である、湯沢長卿は、 キ伊の国人衆の怪獣が進みつつあり、根五郎寺、高野寺、小川寺の総兵まで動員させ、春元勢であった泉上半国守護、細川元常は、翌天文11年2月に帰国し兵を集め返事に備え始めた。三好朝啓造同年3月8日、湯座長教も行動を起こした。畑山政国の悲観であった、斎藤山城守布氏を暗殺し、 畑山種永への帰属を明確にした。これに驚いた、聖国は、同年3月10日身辺に危険を及ぶのを恐れ、高谷城を抜け出し死于山城に逃亡した。3月13日、種永は、奇襲兵約1万を従い8年ぶりに帰城した。種永に1万もの兵を動員できる能力など、残っていないと思っていた長政は、すぐさま陣を引き払い山と、山城の兵を引き、 死山山城より、剣後の二条山城に入城した。高谷城からは、南東側に位置する。また二条山城と死山山城は、山和川を挟んで向かい合う位置にあり、聖国は、死山山城から、長政二条山城から、高谷城を攻撃できる体制を整えたと思われている。これに対応するため春元は、三好勢に救援に向かうように命じ、芥川山城を、 出発高野街道を南下していった。同年3月17日高野城から出発した先発隊と二条山城から高野城に向かっていた偵察隊が激突した。この状況を見ていた長政は、自軍が不利と判断し、二条山城に3000の兵を残し、残り約7000兵を前線に投入した。両軍は高野街道から飯盛山方面へ北進し、 落合川の上畑という場所で白兵線となった。わざわざ北進したのは、市議山城にいる西国の増援軍を期待しての行動だと思われている。戦闘は猿の時より開始し、半時が経過した頃、西国の援軍が駆けつけてきたと長政は思ったが、援軍に駆けつけたのは、三好勢であった。側面を突かれた木沢軍は、崩れ始めた。 自軍の崩壊を認識した長政は、飯森山城に退却するように全軍に命じた。飯森山城には、長政の君主である畠山在氏がおり、庇護を求めるためと思われている。しかし、ユ佐軍、三好軍の追撃により長政は討ち取られた。死球を挙げたのは、ユ佐長京の悲観小島坊という人物であった。 戦後、半国守護は取り留めになり、畠山種長が河内国守護を任官され、三好長慶法であった芥川孫十郎に芥川山次郎が与えられた。この戦いによりこの10年間機内で牽制を振るっていた木沢勢は没落し、和解長慶の力が一段と強まった。その後、シャリジの戦いへと続いていく。 石神社境内にある知識寺等々の祖先長政が最後に打ち取られた場所は山和川の北岸、高野街道沿いにある太平寺付近であったと思われており、その地名をとって太平寺の戦いと呼ばれている。太平寺は現在廃寺となっている。古来この周辺には知識寺、山下寺、大里寺、三宅寺、内原寺の六寺があり、それらを総称して、 河内六寺と呼ばれていた。その六寺の中の知識寺には大規模なロシアナ仏があり、それを見た、聖武天皇が、奈良の大仏を作るきっかけとなったと柏らし、教育委員会では解説している。出土仏から、アスカ時代末期から創建され、室町時代には廃絶していたようで、この太平寺の戦い動機は地名のみ残っていたと、考えられている。現在、太平寺周辺には、 石神社がある。石神社の石表、ありがとうございます。